月戦サララは、日本の女優。元宝塚歌劇団付き組の男役。キューブを経て、アベベネクスと所属。滋賀県大津市出身、平安女学院高等学校卒。愛称、サララン、サララ。1994年、宝塚音楽学校入学。82期生。なお入学試験は、過去最高の入試倍率48.25倍を。 記録した。1996年、宝塚歌劇団入団。入団時の成績は38人中29番。同年月組公演、キャンキャンで初舞台を踏む。芸名は、故郷琵琶子と大津家にちなんだ、万葉集より命名。同期には、ランジュトム、リ紫広ロ総和ズホ、野ンマヒル、西条ミエ、リが春平がいる。 同年5月8日、月組に配属。1998年、新設された、中組へ組み替え。2001年、ベルサイユのバラ2001の新人公演で、フェルゼン役として初主演。2001年、古巣の月組へ組み替え。2002年、ガイズドールズで2度目の新人公演主演。2003年、涙顔絵が、お箸で。 高原病のため休園したキリアタイムに代わり主演を務めた。引き続き男役スターとして活躍を期待されたが2005年12月25日、ジャジーな妖精たち、デビューオブドリームズ東京宝塚劇場公演戦集落をもって宝塚歌劇団対談。対談後は芸能界進出。2007年、桜で映画デビュー。翌2008年には、 文化庁推薦映画、世界で一番美しい夜でヒロインを演じる。また、同年に、篠山騎士撮影で、感動的な写真集と DVD も発表した。2008年、公式ブログにて、出口由美子と共に演劇ユニットメトロを結成することを発表。2009年、第30回横浜映画祭にて、最優秀新人賞を受賞。2009年、 大阪シネマフェスティバル2009にて最優秀新人賞を受賞。同年夏、公式ブログにて事務所を移籍したことを発表。現在の事務所に所属することになった。2011年、出口由美子が結婚と女優業引退に伴い演劇ユニットメトロを卒業。それに伴い2月28日より一人で活動することが発表された。 同年末に結婚したことを2012年1月4日付のブログで公表。2015年10月14日、同年初めに離婚していたことを明らかにした。2016年第19回、三浦淳章を受賞。ありがとうございます。